35ページをお願いしますここからは浸水被害軽減に向けたその他の取り組みについてご紹介します。第4章で説明した中長期的な浸水対策では、令和元年東日本台風の再度災害防止に向けたハード対策の検討を進めてきました。しかしながら近年、 気候変動等の影響により、雨の降り方が極地化、集中化、激甚化しており、計画を上回る降雨が発生することも想定され、このような時には、整備されたハード対策では、被害を食い止められないケースも生じます。浸水被害を最小化するためには、行政による浸水対策、いわゆる 控助としてのハード対策の強化を進める一方で施設では防ぎきれない浸水被害は必ず発生することを前提として社会全体で常にこれに備える自助・共助も合わせて対応が必要となりますこの章では浸水被害軽減に係る様々な取り組みを紹介していますのでいざという時の活動に 生かしていただければと考えています36ページをお願いします浸水被害軽減に向けた取り組みはご紹介する内容が多岐にわたるため大きく4つのグループに分けていますまず A グループは水位計等の設置排水機関等の遠隔操作化など施設や設備等の整備に関わる取り組みです 37ページをお願いします D グループは、水位情報等の公開、内水ハザードマップの作成・公表、電柱等への浸水診表示など、分かりやすい情報発信に係る取り組みです。C グループは、マイタイムライン作成支援、避難所の開設訓練など、早めの避難につなげる対策。 避難所に関すすする項目です38ページをお願いします D グループは排水機関の操作規則の策定水防訓練の実施などその他のソフト対策助成訓練検討会の取り組みになります多くの取り組みがあり時間の都合もありますので一部についてご紹介します ページが飛びまして、48ページをお願いします。土のステーションの設置についてのご紹介になります。各ご家庭での浸水対策を推進するため、個人が自由に持ち出すことができる土のを、土のステーションで保管し、 図面に進みしている市内各地に設置していますドノーステーションの設置は今後も進めていきますページが飛びまして六十五ページをお願いします小前市では災害時に避難所へ派遣される職員 各施設管理者、避難所運営協議会が連携して、風水害時の避難所の開設訓練等を実施しました。また、民間施設駐車場における避難場所の開設訓練につきましても実施しました。これらの訓練は継続して実施していますので、機会を設け、参加していただければと考えています。なお 調布市の訓練の様子については、六十四ページをご確認ください。ページが飛びまして、七十六ページをお願いします。雨水浸透マス貯留タンクの設置情勢についてです。 水浸透マス貯留タンクは、雨水をできるだけ地下へ浸透または貯留させ、下水道や河川への流出を抑制し、水害の軽減を図ることができます。内容としまして、流出抑制施設の設置を住民協力のもと推進するもので、雨い浸透マス、薄い貯留槽の設置についても助成金制度を活用して、 推進すすることとしています調布市は薄いシントマスの設置費用を市が負担し狛江市はマスの大きさによる標準工事費単価を上限に設置費用を助成します。ページが飛びまして82ページをお願いします。調布市では 市民の皆さんが主催する学習会などに市の職員等が講師として出向き行政の制度や市政の取り組みなど専門知識を生かして分かりやすく説明などを行う制度である出前講座を実施していますまたその他、防災に係る情報を発信しています83ページをお願いします 出前講座のほか、市民の防災意識を高めるため、防災講演会や防災カレッジを開催しています。84ページをお願いします。調布市、狛江市では、次期都市計画マスタープランの策定に向けて、まちづくりの将来像等を定める予定です。両市では、 まちづくりの基本方針の一つに防災を掲げて取り組み方針を検討していますマスタープランの策定にあたっては専門家からのアドバイスを踏まえて市民参加で策定予定です以上で説明を終わります